さあそれでは最後もう一ついきましょうこちらでございます日本が強みを持つ半導体材料には実は関西の中堅中小化学メーカーが多く関わっているということなんですねそのルーツ19世紀後半に関西で発展した繊維産業が実はベースだそうでございます、えー、歴史をたどると繊維産業の衰退や公害問題に翻弄されながら世界の名だたる半導体メーカーの要望に応えられるように成長した企業の姿が見えてくるということなんですね さあ半導体そのものでは海外にま敗れたと言っていいんでしょうか、日本ですが材料では競争力を維持しているということですということなんですが、さ成田さん、本当に半導体不足と言われて久しい中なんですが、日本は実は関西のメーカーが大きな役割果たしてるそうですね関西メーカー、大きいですよね、昔からね僕、関西メーカー、もう10年ぐらい前でしょうかね、はい、にスタートアップがこれからいっぱい出てくるんじゃないかとか、うん。 または関西の中堅から大企業で、えー、世界でシェアが高いところが多いですよね。例えばもう大きいところで言うとキーエンスですとかね、任天堂ですとか、もうこれはもう有名すぎますよね、そうですね日本電産ですとか京セラですとか、先週の,あの自転車レースじゃないですけど、シマノみたいな、ね、シマノさん、はいはい。シマノさんっていうのは自転車のシェア今、今、85%ぐらいじゃないですか。すごいな、ねそ、そんな大きいですね、あるんですね。 あのヨーロッパ人で一番有名な日本メーカーはどこですかって聞いたらトヨタじゃなくて多分シマノって答えてると思いますね。え、そすごいんですね,ね。あのトヨタはね、全世界の売上額の6%くらいなんですよヨーロッパは。だ大したことないんですよ。へー。 ところが、シマの全世界の自転車部品、あの変速機の85%のシェアで、うん、ほとんどヨーロッパ人がやってるわけですから、これね、シマの有名ですで、この類がみんなあの関西企業なんですよね、そうですよねなんか誇らしいですね、われ私にとるとね。うんでねあのー、一方で、東京の企業っていうと、三菱なんとかとかね、電気とか重工とか、た立とか、まあ、そういうところ大きいのがいっぱいあるじゃないですか。はい 違いなんだと思いまろう、えー、んだろう,なんだろうでもなんかに関西の企業の人ってわが手で起こしましたっていう感じがすごいありますかねね、うん、それもあるんですけどねえー、っと会社名を聞いて何を作ってるか分かるのは関西企業なんですよ <laughs> なるほど, <laughs> なるほどはいはいマ、ね、マリリ作作っっっててんでですすすよやぱりそうね、ん、ま日本電車モーター作ってるじゃないですか作ってますはい 自転車部品作ってる金鉛さんセンサー作ってる村田製作所は半導体部品を作ってるわかるわけです三菱電機何作ってるかわかりますねわかんないあのね洗濯機はやってるわねまあそうですね両国は作ってるしミサイルは作ってるわでしょ日立なんかもそうですよねです東京のメーカーさんは全部あらゆるものをやり尽くしてそれを日本中に売りまくるっていうそういうモデルなんでしょうねうん。 で一方で関西のメーカーさんっていうのは一つのものを追求していってそれを世界に売るっていうイメージですよね。ですから全然なんか似て非なる、あのー、企業グループっていうか企業体内のような気がしますね。これはどういうところに成毛さんんあるんですかやっぱりあれじゃないですか関西人東京嫌いなだからじゃないですか。これはいいことなんですよ。あのー、21世紀にぴったりなんです 東京っていうのはせいぜいね日本、東京っていうか日本というのは、うん、せいぜい全世界の GDP のうちの数パーセントじゃないですか、うんうん、でも大きいことは大きいわけですよね、ですから東京の,あのメーカーとか企業っていうのは日本相手に食って,食っていけるわけですよ、うん、日本のお客さん相手に。うんうん、でもね、関西のメーカー、意外とね、東京をそのバイパスしてね、うん、そのまま世界に行ってる人たちもすごい多いですよね。ななるほどなるほほどどははい、はい 世界って東京っていうか日本の10倍以上20倍ぐらいの大きさですからこれはねですからいよいよねこれはね東京関西企業は無視した方がいいですねあのでもね成田さんやっぱりある程度大きくなってくると本社,本社をやっぱり東京に移すっていう仕組みは結構変わらないとか昔からあるんですよね関西企業でも。 そうですね。伊藤忠なんかそうですよね。あ、うん、そうで商社はもうほとんど日本に移ってきました。銀行も東京に移ってきましたよね。うん、ですから、その意味では、まだ関西にずっと本社をいる、置いている会社っていうのは、これからあの注目株だと思いますよね。うん、ああ、やっぱ、そ、あのね、東京嫌いとか言いながら、まあ、どっかでそのマーケットを含めてなんですけど。憧れもあるっちゃあるんですよね。根本にはね、どこかで。うん、それはもう捨て去った方がいいですね <laughs>。捨て去った方がいいですか。 だって東京よりさあれじゃないですか、うん、あのニューヨークだの、うん、シリコンバレーだのロンドンだの、はいはい、上海だのの方がはるかに面白いですよきっと今。あ<ー>あの都市として面白いですよね。ねあのなるべくさんまさに今おっしゃった通りでねなんかどっかであのいろんな教育も含めてなんですけどやっぱり国内でどう一番になるかとか頑張るかっていうのって一つベースあってなかなか海外っていう目が今まで なかったんですよね。考え方として。そうなんですよね。うん、なんかもうね、あのメディアとりわけいわゆるこう。経済メディアってあるじゃないですか。はいはい、週刊なんとかとかね。はいはい、ええー、東洋経済とかダイヤモンド。すべ、はいはい、て日本の中のランキングを打っちゃうんですよね。はい、打ちます。確かに。だけど、やっぱりね、それぞれの分野での世界シェアっていうランキングが本来あるべきですよね。うん。例えばシマノだったら、あの自転車の部品メーカーの世界ランキングっていうのを、うん。うん。 それを見るとね、ええー、日本っていい国じゃないのっていうよりも、関西っていい場所なんじゃないのって思うと思いますよ。うんうんうん、あのそれこそね、例えば一つ大学取ってみてもそうなんですけど、今優秀な子たちがみんなが東大目指すんじゃなくって、もういきなり海外のそれこそオックスフォードだケンブリッジだ M.I.T. だっていうところに目指して頑張ってる子たちがずいぶん多くなってきたってなるくさん聞きました。非常に増えましたね。うん、あの、かつ東大もなんかあのー、まあ。 さすがに反省したらしくて、はい、ね今回、あれじゃないですか、この数年、うんえー、大蔵省、昔の大蔵省、はい、今の財務省に入省、はい、したい人たちの数がめちゃくちゃ減りましたもんね。ははい、はい、はい ですからあの大学に関してはすごいこう変革はしてるんだけどもそれでもまだ追いつかなくて、えー、高校生たちは海外に行くっていうそういうモードに入ってきたっていうのはこれ大きいですね。だっ,って,、うんまあ、たって例えば分かりやすい例で言うとこう野球とかにしても、まあ、もちろん日本プロ野球ってありますけど大谷翔平世界であれだけ頑張ったもちろん松井一郎があったって考えるともう今や メジャーがターゲットだったりしますもんねいろんなスポーツあのー、いわゆる収入が決定的に違いますよね違います、うん、これはねあのー、大谷翔平このまま行くとフリーエージェントになるんですか、うん、数年後に、はい、ヘアキーどのくらいなんでしょうね <laughs> <laughs> もうなんかね一説にはもう300じゃ聞かないんじゃないかって話がありますよね300億じゃ聞かないんじゃないかっていう うん、でそれもこれもやっぱりね、アメリカの市場が大きい、もしくは英語を話す人たちの数が大きいっていのそれが最大の問題かもしれませんよね。日本人はね、あの日本語っていうのは1億3000万人しか話さないんじゃないですか。はい、だから1億3000万人から10円ずつ徴収したとしても、<laughs> なるほど、ね、13億じゃないですか。英語国民15億ぐらいいるんですもんね。うん。うんうん、だ決定的にやっぱり大きいマーケットっていうのを狙うべきだっていうのは。うん うん、まああのスポーツ選手だけじゃなくてあの、会社もそうですよね。なるべさん、すごいたらればの話ですけど、例えばね、もし高校生ぐらいの時に戻った時に、やっぱり今のように日本の大学におすすめになってたか、俺、もうちょっと若かったら海外の大学行っときゃよかったなと思うかみたいなのって、どうですか今ね、高校生だったら大学行かないですね、もうきっと。<laughs> そっちですかもう <laughs> 僕の友人と言いますけど、知り合いのビルゲイツとかですね。はい、じゃ。知り合いの。はい。ビッグブスとかね。はい。ダッカーバーグとか。誰も大学出てないですよ。<laughs> <laughs> ああ、やっぱり。もうそっちですか。 うん、あと思いあのすごいでもその時にはね例えば高校生ぐらいとかあるとかもっと若くからいろんなちゃんと野心というか志を持ってないとダメかなとも思うんですけどどうですいや僕ね、あのー、実は25歳の時にビル・ゲッツに会ったんですよ。はい、で同い年なんですけども志ほとんどなかったんですよ、はい、<laughs> あの本当にね<え>自分で作ったベーシックっていうのが売れたらいいなー っていうそういうのにだったですから、あまあ、つまりね、あのー、パソコンがこんなに売れるとは誰一人思ってなかったんですよ、年間にその世界で、億大単位で売れるみたいな、ああ誰も想像しなかったわけです。ああ明らかに秋葉原とか日本橋の駅伝、うん、にいるお兄ちゃんたちが、面白いからやってただけなんですね。はいうん、まあまあ、確かにそういうニュアンスはありましたよね。ねうん、あれよあれよとでかくなってきてで、でかくなるとね、大体本人たちの態度もでかくなるんですよ。<laughs> はい、俺は昔から、あのー、こういう事態想像してたんだってことで言い出すんですよ。<laughs> あの日経新聞 <laughs> 私の履歴書みたいな,やつなるほど結、はい、れはね後付けの話なんで現実にはね面白いからやってただけなんですよきっと。あそうかだから結局自分の面白いってものが結果世界にどう認められるのかとかやって面白いけな世界が認めてくれるってことなんですね。結果はついいててくるってことななんじゃないですか スポーツ選手と一緒じゃないですかなんか一生懸命やってれば結果がついてきますって、うん、よくねお相撲さんとかのうん、うん、言いそうじゃないですかうん、うん、あれやっぱり正しいんだと思いますね。そうかじゃあ,あの決してまあもちろんすごかったんだけどもそのとんでもない、えー、高い志で始めてたわけじゃなくってただただ好きだったって要素が強かったってことなんですね。そうう思いますね、うん、うん あの例えば例外はもちろんありますよね量子コンピューターのようなものに関して言うと、うん、明らかに物理学の博士号ぐらいは持ってないと何があの理解もできないみたいなところがありますからそこによるんでしょうけども、はいうん、まあとはいえ「好きこそものの上手なれ」っていうのはね今こそあの21世紀の今こそですね、うんえー、本当にこう世界で通用する言葉なんじゃないですかね。すごい勇気もらえたでまさにそういった要素が関西企業の中には実はたくさんあったんだってことですね。 そうですね形にはまってないじゃないですかといわゆる東大を頂点としたような。うんあの 仕組みがないですからねなんかダラダラっとしてますよねイメージからするとあの大学の順位ですとか、うん、あの明確な基準がないですよね、うん、基準というかそうです、ね、ないんで僕すごくいいことだと思いますけどね,ねでもそれで言うともしラジオを聴の皆さんのお父さんお母さんね子供たちもなんかいい大学どうこうって言いますけどまず本当好きなことどれぐらいやらせるかっていうのは改めて大きいということですかこれなるけさん大きいですよ。ででもねね子供が何が何好きか分かかららないですから、ね、うん ですから親御さんっていうのは子供さんに対してあらゆるやりたいことをやらせてみて、うん、で本当にこの子は好きじゃないんだねと一回で飽き、うん、飽きちゃったっていう時はすぐやめさせるっていうのがいいかもしれませんね。<laughs> ああめも大事なんですね。うん。そうしないとね、うん、あのどれが合うかわからないじゃないですか。確かにコンピューターなのか、うん、えねあの野球なのか、うんうん、はいはい。えまたはなんかおや お茶の世界かもしれませんね。なるほど、わからないわけです。うん、で、これやってみないとわからないんで本人が、いろんなことをやらしてみてうん、うん、お母さん、僕これは好きだわっていうのが、うんまあ、あれば、見切ものですもんね、うんうん。なるほど。でもその意味では本当21世紀に向けて我々世代も含めてこう考え方、実はもっと柔軟にした方がいいよなっていうとかありますね、なる家さん。うん、ありますね。<ー>これから世の中どんどん変わってきますからね。 この変わってくる世の中に追従するっていうのは難しいんで自分で変えるような気迫が必要かもしれませんよね。わかりました。いや今週も面白い話を聞かせていただきまして、えー、どうもありがとうございましたありがとうございました。